前日の練習の感じでは結構本当に行くんじゃないかなって期待していたので、まあ、47っていう記録は本当にこう、ちょっと悔しさが残ります。まあ、今日の記録でもうワールドランキングはちょっときつだいぶ追い込まれたなっていう印象があって、本当に日本選手権で標準切るしかないので、もう本当に頑張るしかないと思ってます。やっぱりいろんな人に期待してもらってますし、まあ、自分だけのこう期待を背負ってるわけじゃないので、本当に死に物狂いで頑張りたいと思います。